ていくと。でも私アメリカの首相をずっと見てて、もう首相になったら自分の考えとかのままにできんもんやって、なんか思って別に怒りもなかったけど、安倍さんはなんかそのそういう向こうの国のインタビュー見た？終わったとか、なんかそういうのにをこう、ま、無視してるとかという気持ちは1ミリもありませんみたいな、こういう言葉はなかったけど、言い切ったけど、私もそのまま思うけど、何を再生したいの？喋ろうよ。松田さんは今の自民党政権についてどう思われますか？全然思わないけど、まあそらなんか嫌いですよ。でも別に何も言わへんし、これは高3の時の俺とかやったらまあすごい言ってるかもしれない。なんで思わなくなったの？いや、思ってます。思ってますけどな。なんか自民党どうこうの話じゃないな、みたいな。だってさ。